あ、いるね。アリスさんは静かにカンナの話を聞いている。怖い目だ。それでもちゃんとカンナと話してる。声かけるか。アリスさん。指導員サラ。真っ青になって走り去った割には顔色も戻ってるじゃないか。心配してくれたんですね。俺が心配？お人よしな発想だな、バカめ。指導員サラ、あの後貴様がいなくなってからもパソコンを調べてみたが、大した情報はなかった。一応報告しておくぞ。ありがとうございます。それより木槌カンナの話し相手を変わってくれないか。すっかり俺を仲間扱いだ。殺人犯なの忘れてるんじゃないか。私も急いでいるので。むーってすごい死にそうな目しながら可愛いことを言うじゃん。ちなみにアリスさんの匂いを嗅ぎましょう。くんくん、牢屋の匂いがするにゃん。どんな匂いだろう。で、またカンナちゃんの匂い嗅ごうとしたら叩かれちゃうかな。くんくん。あー、やだ、やりたいわい。ごめんなさい。カンナは静かに会話をしている。はい、ソウさんは本当に脱出のためにいろいろと。ソウさんについて話してるのか。大きな声をかけよう。カンナ！ソウさんの話か？聞かせてくれ。びっくりした。お姉ちゃん。いえ、サラさん。今ちょっと動いた。気のせいだった。サラ姉ちゃん、意地悪な顔してるわ。かわいい。嫌い。嫌いだ。ソウさんがつく嘘も、他人を利用するところも。サラ姉ちゃん。でもみんなで脱出したい。それは嘘じゃない。きっとここから解放されれば、本当のソウさんを知れるかもしれない。アリスさん。あ、いるわ。あれ？電気が消えてる？暗闇に誰かいる。なるほど。だいぶ心をやられてるのかもしれません。俺が、か。あなただけ、というわけではありません。え、なんか、アリスさん頭になんかつけてない？これ、やばくない？皆さん、壊れかけです。ふん。辛すぎる記憶は、忘れた方がいいこともあります。実際、人間の脳はそういう風にできています。皆さんは強すぎたんです。だから記憶を自ら消せない。この装置を使えば、本当に消せるんだな。レコの記憶を。辛い記憶だけ、ですよ。楽しかった兄弟の記憶、それを残したまま、嫌な記憶を忘れられるんです。あなたを治せるのは私だけです。あー、アリスさんは受けてしまうんだね。レコちゃんは断ってたけど、いや、そうだよな。なんか心的にはアリスさんの方が弱い気はしてたんだよな。わかった。やってくれ。いいんですね。早くしろ！俺の気が変わる前に。それじゃあ、行きますね。
あー、黙って見てるのかい？サラちゃん。うわあ、旗から見たらこうなってたんだ。気分はいかがですか？おお、なるほどな。これはいい気分だ。頭がすっきりしたぞ。アリスさん。おお、地動員サラ。貴様、いつの間にここにいた？装置を使ったんですね。レコさんを忘れていいんですか？レコさんを忘れて、いいんですか？何を言ってる。レコは俺の大切な妹だ。忘れるわけがない。死なせてしまったのは残念だが、レコは俺の心の中でずっと生き続けるだろう。そんな言葉すらっと言えるなんておかしいわ。何？キン君、やめてください。背負うだけが人生ではないんです。アリスさんが悪いわけじゃないんです。まったくだ。爽やかな気分が害された。ロビーで休んでくるか。行こう、銀。ああ、これはまずいな。レコちゃんの何か幻影とかを見るたびに、レコちゃんのことを思い出すたびに、その嫌な記憶が蘇るたびに、またハンナキに頼っちゃって、ね、二章のさ、前編みたいな感じでさ、幻影濃度が溜まりすぎたサラちゃんみたいなことにならないかすごい心配なんだけど。はあ。なるほどね。心晴れやかだ。そうか。なんだ、いつもなら追い払うところだが、今は機嫌がいい。好きなだけ嗅ぎなさい！いいにゃん、怖いわ。そうか、チャンスを逃したな。まあ元気になってくれて嬉しい気持ちはあるんだけどさ、なんだかね。心配になっちゃうな。あー、よかった。おい、地動員サラ、これから何か始まるのか。やっぱり九太郎は重いね。本当に脱出口があるんですか？信じてみましょう、ソウさんを。さあ、話しかけていく？くんくんくん、無駄にいい匂いにゃん。男は清潔感が大事だ。なるほど。おい、地動員サラ、脱出できると聞いたが本当か？アリスさん、冗談です。すみません、全部冗談です。はぁ、なんなのあんた。声が大きいです。そんなわけないじゃないですか。あんたが悪いでしょ。こんな時に冗談はやめてちょうだい。ごめんなさい。本当の話です。脱出の糸口を見つけたのは本当です。そうか。なんだ貴様、嬉しくないのか。いえ、今のアリスさんからは復讐心をほとんど感じない。まあそれならいいんだけどね。ん？なんだお前は。言っておくが、話に付き合うほど暇だぞ。私は急いでるんだ。ん？ヨウサラ、どうしたんだ？レコさん。
なんだよ、お化けでも見るみたいな目して。アリスさんにこれは見せられないな。ああ。待て、貴様が言ってることは真実なのか。説明は後。今は時間がないんだ。皆さん、ソウさんを信じましょう。とにかく、脱出したい人は階段の方へ来て。ここに残りたいなら止めはしないけど。ついていかないとは言ってないでしょうか。長い階段の方か。さあ、どういう会話が出てくるんだろうね。みんな、しっかりついてきて。ソウさんとカンナが先頭を歩く。途中、脇に扉があることに気づいた。それも、ある程度の間隔を空けて、何枚も。他のフロアに繋がってるんでしょうか？おそらくここは、生き残った者だけが歩める勝利の階段。いつデスゲームが決着してもいいように、最後はこの階段に繋がるよう設計されてるんだろうね。こうなると、嫌でも期待しちゃうね。出口ってやつをさ。出口。ソウさんが言うように、本当に出口があるなら、助かるのか。このデスゲームから。ねえ、サラ姉ちゃん。どうした、銀。帰っても、僕とまた会ってくれるにゃ。もちろんだ。当たり前じゃないか。本当は？よかったにゃい。だが、会えば思い出してしまうだろうな。全部、忘れたいわ。そりゃな。忘れられるわけ、ないにゃい。銀くん。泣くな、銀。奪われたものや、植え付けられた絶望。元に戻らないものは多いけど、私たちは、取り戻す。平穏や日常、本当の勝利を。サラ姉ちゃん。きっと一人じゃ無理だ。私も、自分の弱さを知ってるから。だから、みんなで取り戻そう。取り戻す、か。そうですね。このつながりは、切り離せそうにはないからね。絆は、さ。皆さん、日常が戻ったら、まず何をしますか？考えていなかった。ここを出たら、私は何をしたい？私は、あの絵を完成させたい。僕は家でゲームしたいにゃん。サラ姉ちゃんも来るわ。ソウさんは？映画でも、見ようかな。あれ、こんな会話あったっけ？あ、いいですね。カンナも見に行きたいです。おい、警察官。ついて行った方がいいんじゃないか？そうだね。本当ですか？みんなで見に行きましょうね。楽しみですね。やりたいこと、か。いや、おまわりさんはないわ。やりがいを探しましょう。健康に気をつけてみるとか、欲望を満たすべきです。どうだな、健康に気をつけてみたらいいんじゃないですか。ちょっとね、熊とかあって、不健康そうなんでね。やることがないなら、とりあえず健康面を気をつけましょう。そうだね。野菜食べようかな。いいですね。シャキッとして目の下のクマを取れば何か見つかるかもしれませんよ。シャキッと、か。5。おー、初めて見たぞ。真っ
すぐ立ってるね、ビシッと。これは、警官時代。刑事さんのあの、現役警察官時代のやつじゃない?これ。表情がダラッとしてるな。そうね、顔はちょっと変わんないけど。何か見える。え?出口か?私たちは、廊下の先へ進んだ。嫌でも、胸の鼓動が高鳴っていく。希望、未来、日常、すべてがその先にあると信じて。待っていたのは、一面の岩壁だった。なんだよ、これ。出口、これが、一面に岩、まるで、土砂崩れの跡のような。バカな!だって、これじゃ、出口が、塞がってるじゃないか!セキュリティは、確かに無効化した。でも、扉がなければ、意味がない。希望はなかった。そんな、ふざけるな!なんだこれは!僕たち、帰れないじゃん。嘘だ!こんなの全部、嘘だ!嘘ではありません。これが、皆様の追い求めた真実です。外部から爆破し、物理的な蓋をいたしました。デスゲームが始まるより、もっと前に。貴様!おっと、今度は持ってますよ。ご無礼をお許しください。暴力は使いたくない。さあ皆様。夢を見るのはおしまいにしましょう。勝つのです。勝者にこそ道は開かれる。残り時間あとわずか。メインゲームまでの最後のひとときをお過ごしください。バカめ。銃器もなしに、どうなると言うんだ。救いようのないバカだ。貴様は。ああ、アリスさんも、瓦礫を撤去し始めた。わ、わずかな隙間でもいい。空いててくれないかね。無駄口聞くな!手を動かせ!とても人間の腕力でどうにかなる次元とは思えない。ああ、そうか。これってあれか。何度もその人工知能を使ってシミュレーションをして、こう、すごい正確なデータを割り出したんだっていうのをソーさんにさ、ホエミーが説明していたと思うんだけど、これが多分その、何度もシミュレーションしてた中の一部なんだろうね。きっと。さあ、2回目のメインゲームまで来ましたが、そうね、やっぱちょこちょこ違いはあるよね。会話の違い、細かい違いがいっぱいあってすごい面白かったです。メインゲーム中にも違いが出てくるんだと思うから、メインゲームはあんまりカットせずにやっていこうかな。来たね。早いですね、刑事さん。さっきの、なんだったにゃ。おい、ガシュウ!説明を受ける権利があるぞ!なんか、普通のメインゲームになりそうにないね。また、始まっちゃう。おや、騒がしいですね。お呼びですか?貴様、ホエミーの言っていた不正とは何だ?不正?何のことやら。まさか、財布の件じゃないだろうな。ん?あれ、この反応は違うみたいだな。良いですか?本当に不正があれば、議論中に明らかになるはずです。仮に発覚すれば、処置をいたしましょう。舐めないでちょうだい!不正の判断だってあんたがするんでしょうか!
ガシュ、ホエミンを呼べって言ってみる？せめてホエミンを呼べ、不正の判断を下せるように。ホエミンは1階2階のフロアマスターです。それはできません。ならハンナキーを呼びなよ。うん、いいでしょう、それで気が済むのであれば。公正なジャッジを頼むよ。貴様、なぜ笑う？嬉しいのですよ。不正を気にせず、正々堂々と殺し合いをしたいというその心が。貴様！それでは、第2回メインゲームを。待ってくれ！おお、よかった。全員揃いましたね。くそ、結局始まっちまうのかよ。ええ、話が長くなりました。これより、第2回メインゲームを開始いたします。候補者の選出。非常に重い空気が場を支配している。再び始まってしまう恐ろしいゲームが。みんな黙ってても時が過ぎるだけだよ。せめて自分たちの手で運命を決めようよね。大丈夫、一度は通った道じゃないか。全然違うぜよ。あの時と今じゃ、俺たちはもう仲間だ。関わった時間が段違いじゃねえか。なら死ぬかい。覚悟を決めよう。初めてのメインゲームでそう言ったのは九太郎でしょ。ちくしょう。皆様、今回はカードの絵柄をルールブックに載せました。一度目のメインゲームのように絵柄の知識で判断することはできませんのでご注意を。それでは皆様、残酷で濃密な時間を存分にお過ごしください。ガシューは静かに椅子へ座った。こうして、再びメインゲームが始まった。まあ、大きく変化はおそらくないと思うんですよ。多分、ソウさんとカンナちゃんのどっちかがいなくなってしまうという事実は変わらないんですけど、そこで結構大きな会話の違いが出てくるようであれば、ちょっとそこを採用していこうかなと思います。ふん。しのぎ刑事、貴様バカだな。今回は最初のメインゲームと違って、カード交換が何度も行われたのを忘れたか。くだらない疑心暗鬼は必要ない。身代わりと鍵盤の所持者は推理できるはずだ。みんなが正直に話せば、ね。仲間だなんだという割には疑っているじゃないか。少なくとも、身代わりは真実を言わないでしょ。なら、4人の候補者が出てからでいい。そっか。候補者にならなかった人たちは正直に話せるからね。そうさ。それにもし今、全員のカードが判明したとして、投票するのは、きっと地獄だよ。単純な死のなすりつけ合いさ。あいつが死ぬべき、こいつが死ぬべきってね。絆なんて、跡形もなくなるほどに残酷だ。わかった。いいだろう。それで貴様らの細い絆が守られるなら、乗ってやろうじゃないか。その上で言わせてもらう。日和そう！貴様が一番怪しい人間だと！はぁ？待ってください！ソウさんは脱出に貢献してます！だが信用できないことに変わりはない。素性も、何もかもが不明だ。貴様の口から正体を話さん限り、俺は貴様を、じゃあ、僕が一人目の候補でいいよ。ちょっと！だって僕、
カミングアウト。身代わり。身代わりだから。何よそれ！あんた話聞いてた？役職の話はあったって！自分で告白しちゃダメなルールなんてあったっけ？なるほどね。ごめんね、刑事さん。あなたに主導権握られるのはいい気がしなくてね。そうだ。僕が次に怪しい人間を指名するよ。どう？またろくでもない考えを。まあ、賛成しとくか。わかりました。議論が進むならどうぞ。冷静だね、サラさん。僕が指名するのは、カンナさ。え？そんな、なんで？みんなももう理解してるはずだ。騙されやすくて、臆病で能力不足。登場以外に残す理由があるの？あんたが利用したんじゃない！散々利用して、ソウさんは裏切ろうとしてるのか。ガンナちゃんに弁明の時間をあげるわけ、ね。はぁ？いいよ。デスゲーム中のカンナちゃんの行動について話し合ってみようか。信じるためにね。進展。ガンナは、最初の方はずっとソウの部屋にこもっていたぜよ。木槌カンナは、基本的には二人行動だった。行動を証明できるのは日和ソウだけだ。そうだね。カンナはずっと足手まといだったよ。邪魔だったな。そんな。うん。カンナちゃんはだいぶショックを受けてるみたいだね。無理もない。わかってるよね、サラちゃん。君なら発言を引き出すことができる。それに、新しい武器もある。え？ほら、一緒に探索した時の、あの敏腕デカの目。誰かが発言した時に、様子が変わる人を見抜けるかもしれない。そんなこと、私に？さあ、行こうか、相棒。さあ、なんか、思った以上にちゃんと喋りそうですね、アリスさん。やっぱこれカットする必要なさそうだな。で、一旦ちょっと今日はこれで終わりにしたいと思います。ちょっとね、カットの感じになってるので、どこをつなげて何分になってるかわからないんですけど、まあ中途半端な時間だったらね、またすぐ次に進んでいこうかなと思うんで、一回ここで収録を切ります。お疲れ様でした。